それに関わった人は、口外してはいけない。本来、羽田に記者がいたわけですから、その当時の生の情報がかなり詳しく出せるはずなんですが、この羽田にいた記者のことについては触れられてないんですね。NHK に関しては19時26分以降にのことしか語られないんです。はいはいはい。いわゆる羽田空港の空港長から呼び出されたか、そんな話は表に出ないんですね。少なくとも報道はされてないんですね。で、この方が表に出てこないのがまずおかしいと。おかしい。今回の、情報提供の呼びかけに、たくさんのですね、コメントやメッセージを、いただき、誠にありがとうございました。皆さんのですね、貴重な目撃談やですね、貴重な記憶をたどりですね、お話しいただいた内容は、全て目を通しております。その中でもですね、ラジオでの放送があったっていう話とかですね、当時キャンプをされてあって、目撃された人がいるんじゃないかとか、いろいろですね、有用な情報をいただき、誠にありがとうございました。引き続きですね、情報がありましたらよろしくお願いします。お寄せください。よろしくお願いします。こんばんは、渡辺健太郎動画のお時間です。現在私は日航機墜落事故の真相を解明するべく、青山東子さんの著書を引用しながらこの事故を解説しておりましたが、今回よりこれまでとは全く別の角度からこの事故の真相を追求されている方に出演していただき、この事故の原因は公式の発表とは違うという見解を新たな視点から解説していただこうと思います。この方は遺族の方たちの真相究明をお手伝いされている方です。田中さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回田中さんに来ていただいたのが、田中さんがこれまでにない報道の面からこの事故の究明をされているということで、事故調査報告書の間違いを指摘して再調査につなげたいという思いで独自の調査をされてきたということです。今日はその報道の面から事故の矛盾点の解説をお願いします。田中さん、まずは事故発生から、墜落後、このあたりからお話を伺っていいですか。はい。まずこの日、8月10日、1985年8月10日事故があった時に、18時24分にトラブルが発生して、その報道が始まるまでに15分ほど羽田空港にいた G 通信の記者が初めて管制官からポケベルで呼び出されて、ジャンボ飛行機がフラフラ飛んでるぞっていうのを聞くことになります。で、その後に羽田空港の是枝空港長から連絡が入り、こっちに来てくれと、説明するからと、でこの時に現場にいた NHK の記者 と、時事通信の清水記者、2人が呼び出されて説明を受けます。結局この時点でこの事故の報道が始まるというのがあります。それは大体18時45分前後なんだと思いますけど、6時45分前後に、はい、呼び出されて、はい、空港の記者、張り付いてる記者っていうのがいるんですね。はいはい。何か起こった時にすぐに取材ができるような状態にするためにいる記者たちが呼び出されて、はい、何が起こったかを報道機関の人たちが初めて知ったという、初めて知った、はい。でまあ、その時点で墜落してませんので、墜落までまだ十何分ありますので、本人たちは墜落するかどうかまだわからないと、でもこれは一大事だっていうんで、おそらくその後すぐに本社に連絡をしたと思うんですね。NHK の記者は NHK の、 東京の報道部に連絡したと思いますし、時事通信は時事通信で担当の人に連絡したと思うんですね。で要するにこういう時に、まあ報道機関っていうのは速報を出すというところがまず出てくるんで、まず事実関係を確認して、関係者は走り回ってたと思うんですが、これはウィキペディアを見ると、時事通信の方がその後動き回って裏取りをして19時13分に初めて、この時はもう墜落してるんですが、報道機関にファックスを流すということで、事実上その初めて報道をしたという記録が残ってます。記録、はい。でこれはウィキペディアにもそう書いてますし、皆さんも多分そういうふうに認識されてると思います、ところがそれ以外の動きが、取材をしてきたら別の動きがあったことが分かりました。それは18時58分、50分台に別、まだ行方不明という段階で速報が流れていたと。それはテレビで、テレビですね、はい、ラジオも出てたっていう話もありますが、テレビでは少なくとも18時58分ぐらいじゃないかと、
にまず NHK は間違いなく出てます。出てる、はい、民放も出てた、ラジオも出てたっていうのはまた今調査中ですけども、うん、これはなぜそれを知ったかっていうと、うん、インターネット上の書き込みで、うん、そういうことを言ってた人がいたんですね、うん、最初の速報を見たのはまだ明るい時間だったよ、うん、で18時40分過ぎがこの日の日没なんですけど、その後まあ18時50何分じゃまだ明るいですよね、はいはい、で仮にその公式の19時26分ぐらいのニュースとかでは、うんうん、19時半とかのニュースではもう真っ暗なんですよ、でその明るい時間にニュースを見たっていう書き込みが多くて、うん、これはなんかおかしいぞと思ったのが最初の疑問の始まりですね。その書き込んだ人たちの記憶では、はい、明るい時間にその速報を見たっていう記憶があったと、はい、そうですね。でそこで調べていたら結構インターネット上でも具体的な書き込みが多くて、その中で、まあ、ほとんどの人は覚えてないわけなんですけど、正確な時間は。その中で記者、退職した記者、元記者の方たちが、例えば新聞社にいましたとか、国会の記者クラブにいましたとか、そういう人たちの証言を得ることができました。でそのかなり具体的な証言が得られて、少なくとも18時50分台には速報を流れて、それをもとに皆さん行動されてるんですねっていう証言が、はい、証言を得ました。流れをそのことによって、もうこれは確実だなと思って、うんうんうん、その当事者が言われるんである、うんうん、間違いないんで、その裏取りを始めたんですね、うんうん、でそのことで共同通信さんとか D 通信さんとか NHK に各社連絡を取ったんです、うん、田中さんが、はい、そうです、はいはい、連絡を取ったら、まあ、ほとんどの場合はそんなことありませんという説明なんですが、うんうんうん、別の記者の方とか、うんうん、いろんな方に質問をしていく中で、うん、いろんなことが分かってきました、うんうん、それがホワイトボードに書いてますが、はい、この時羽田空港には、うん、通常は G 通信と共同通信と NHK の記者が常駐していました、はい、まあ、G 通信共同通信ってあんまり馴染みがないかもしれませんけども、いわゆる放送局や新聞社にニュースを配信する、配信専門の会社なんですね。ロイター通信とか海外でありますけども、はいはい、その会社の空港担当、羽田空港担当が本来はいるんですね。ただ共同通信に関しては、羽田空港の需要が減ってると、そういうニュースが、まあ、ハイジャックとかがなくなったからだと思うんですけど、常駐を辞める話になってて、実際に7月から辞めてたらしいんですね。もう共同通信さんは記者もいなかった、はい、ご時世的にもういる必要ないだろうということで、はい、いてなかったと。そうですね、はい、でこれはまあ共同通信の担当の方から直接聞くことができました。あ、まあ、それで実は共同通信は遅れを取ってしまったと、報道に関して。うん、これも後から伺ったことですね、はいはい、じゃあその日羽田空港にいた記者は、うん、G 通信の清水記者と NHK の記者、この方はちょっとわからないんですが、動きは不明なんですけども、2人がいらっしゃったということです。この記者のその時の、まあ、誰っていう名前っていうのは分かってあるんですか？分かってはいるんですけど、調べて分かったんですけど、表に出てないんで出さないでおきますけども、この2人が18時45分に、先ほど言いましたように是枝貴司さんから、はい、直接話を18時45分ぐらいに聞いて、ええ、そこでこの2人は行動を始めます。空港の人から呼び出されて、はい、こういうことが今起こっていると、はい、ちょっと、日航123便が不明になっていると、はい、レーダーから消えたという話を2人呼び出されて聞かされたわけですね。そうですね、はい、この時点では一瞬レーダーから消えたとかそういう話なんですけど、墜落っていう話は当然まだないですね。まだ、はい、まだ10分以上ありますから、ええ、でこの2人が、うん、間違いなく本社とやり取りをしてニュース速報の情報を集めをしてたわけですね、はいはいはい、で共同通信に関して言うと、うん、まあ、これも共同通信大手ですから、うん、いくら常駐者がいなかったとしても、うん、記者に空港庁なりが連絡したはずなんですね、うんうん、はいはい、情報を流したと、はい、うん、で知ってるはずなんですね、ちょっと遅れたとはいえ、うん、遅れて、はい、はい、でこの3社が中心になって、はい、情報集めが行われ、うん、各新聞社、まあ、出版社、放送局はここから情報をもらうという形で、その日の報道合戦が始まるわけですよ。始まる、うんうん、でそこで18時58分ぐらいに字幕ニュースが出たということを調べてみると、うん、少なくとも NHK は、うん、これは官邸にいた記者の方、政治部の記者の方からの話では、7時のニュースが始まるんですが、これはもう定番で必ず7時のニュースはチェックするんですね、はい、で7時のニュースが始まるんで、官邸記者クラブにいる NHK のデスクに専用のテレビがあって、はい、そこでみんなでテレビを見てた、はい、
で待機していたら、うん、その7時のニュースが始まる前に、うん、この字幕ニュースが出たと。で当然その日は、まあ、当時中曽根首相が別荘から戻ってくるので、はいはい、夏休みから戻ってくると、そうですね、うん、で それで、三高汽船問題、当時その日は新聞の一面はもう三高汽船が倒産するというニュースがもう決まっていて、うんうんうん、一面をみんな決めてたんですね、はい、ところが日航ジャンボ機墜落事故の報道が入ってきて、うんうん、この官邸の記者クラブにいた人たちは、うん、てんやわんや200名はいたんじゃないかと思うんですけど、その人たちが情報集めに走ることになります、はい、18時58分の字幕ニュースが出たことで皆さんは行動を始めたわけですね、うんうん、その情報をもとに官邸にある記者クラブの専用デスクで当島隆一さんを中心に記事が書かれて、うんうんうん、それがそのもとに19時26分の松平アナウンサーがそこを読み上げるんですが、はい、NHK のテレビで、はい、ですね、これが読み上げられます。読み上げる。でこれが皆さんは一番最初と思ってるニュースですね。これが一番最初にテレビで流れた速報だと今まで思ってる、はい、方が多いということですね、はい、でこの時官邸にいた200人ぐらいの記者たちは何を思ってたかっていうと、なかなかニュースが更新されないぞと、はいはい、最初はみんなここ、はい、記者たちはここを見たんですね、はい、で官邸のテレビで。そうですね、はい、でこの時点でまだ行方不明だったので、うんうん、墜落したかどうかも含めて早く情報が欲しいんですが、で、まあ、自分たちも情報を集めて、はい、まあ、テレビ報道が始まるぞと、はい、まあ、情報集めをしながら待ってたんですけど、はい、全然放送がされない、更新されない、うんうん、で、まあ、苛立った声が聞かれたと、うん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 、でこの時の山下キャップっていう方がいらっしゃるんですが、この方は、まあ、5つ子のパパで有名な方ですけども、鹿児島で生まれた、はい、その方が含めいろんな、まあ、怒号が飛び交ってたと、まだかよと、はい、そういう状態だったわけですね、うんうん、本来羽田に記者がいたわけですから、当時の生の情報がかなり詳しく出せるはずなんですが、この羽田にいた記者のことについては触れられてないんですね。あら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 。でその記者は誰かって、そういう人たちが報道に関わってたんですね。関わった人たちがそのことに触れたがらないんですね。すみませんがこれ以上もう言えません、さようなら。そこに隠蔽があったということをかなり具体的に